アエロスクレ157便墜落事故は2016年12月20日コロンビアのビチャーダ・ケンプエルト・カレーニョで発生した航空事故である。コロンビアの貨物航空会社であるアエロスクレが運用していたボーイング727から200が同県のヘルマンオラの空港を離陸した直後に墜落した。アエロスクレ157便はコロンビアの国内定期貨物便であり、 ビチャーダ・ケンプエルト・カレーニョにあるヘルマンゴラの空港を出発して首都ボゴタにあるエルドラド国際空港へと向かう予定だった。事故当日は6名の乗員によって運航されていた。157便は現地時間14時48分にヘルマンゴラの空港に到着した。乗組員は2423ポンドの貨物を降ろし、ボゴタへのフライトのために 約2万ポンドの新しい貨物が積み込まれた。クルーは滑走路25からの離陸に備えて、フラップを30度に設定し、現地時間17時18分に離陸を開始した。157便は1800メートルの滑走路をすべて使用したが飛び立てず、滑走路をオーバーランして、さらに95メートルを滑走し、周囲のフェンスをかすめた。それでも離陸はしたが、道路を横切り、 最終的には、小屋時にも衝突した。この時の衝突で、右のメインランディングギアが、機体から脱落し、右フラップが損傷。さらには、第3エンジンが停止し、油圧システム1系統も破損した。その後、高度790フィートまで上昇したあたりで右に、傾きながら降下し、墜落した。登場していた、乗員6人のうち、 4人の死亡が現場で確認され、2人が救助されたものの、そのうちの1人も救出直後に死亡した。アエロスクレは2006年11月18日にもアマソナス県レティシアの近郊でボーイング727貨物機が墜落事故を起こしており、乗員3名と乗客2名が死亡した。アエロスクレによる死亡事故は今回が2度目となる。また、 コロンビアでは本事故よりわずか3週間前にラミア航空2 9 3 3便墜落事故が発生したばかりであり、コロンビアだけでなく世界中でこの事故が大きく報道された。事故機であるボーイング727から200はもともとはエアジャマイカが保有していた機体であり、エアジャマイカでは1975年から1997年まで旅客機として使用された後、 貨物機として改装された。そして2008年にアエロスクレーンがこの機体を取得して運行していた。ありがとうございます。